雪の日。近松就航。あまりだんいので、翌日は雨かと思って寝たが、朝になってみると、珍らしくも一面の銀世界である。ガチョウの羽毛をちぎって落とすかと思うようなのが静かに音をも立てず落ちている。私はこういう日には心がいつになく落ち着く。そうして勤めのないものも幸せだなと思うことがある。私たちは門を閉めて今日はうちくつろいで、おきごたつに寒かった。そうしてこういう話をした。お前は何かね、私とこうして一緒になる前に、本当に自分の方から思っていたというような男があったかね。ええ、それはないことはありませんでした。本当に私がお嫁に行くんなら、あんな人のところに行きたいと思ったのが一人ありました。それがしばしば小説なんかに言ってある初恋というんでしょう。それは一人ありましたよ。あったと言ってどうもしやしない。それこそただ腹の中で思っていただけですが、あんな罪もなく思ってたようなことは、あれっきりありませんね。ちょうどそれ一応女子の書いた、13夜、という小説の中に、お関という女が六雪助という車屋になっている、幼馴染みのタバコ屋の息子とで食わすところがあるでしょう。ちょっとあれ見たようなものです。私の家、その自分はまだ米屋をしていた頃です。ですからもう10年にもなります。すると問屋から20ばかりの手代が3日おきくらいに巡ってくるんです。それがいかにもシャンとした、普通な口数しか聞かない、おとなしい男で、私は、ああ嫁に行くならこういう人のところに行って一緒に稼ぎたいと思って、その自分は、米屋の娘だからやっぱし米屋か酒屋かへ嫁に行くものとただ、普通のことしか思っていなかったのです。何でも自分が大事なんですねー。そりゃ縁不縁ということもあり、運不運ということもありますが、やっぱしそれ相応なところへ、いい加減な自分に、さっさと片付いてしまわねば飛んだことになってしまう。どうしたって私とあなたとは相応な縁じゃないんですものねー。そうして私、その手代が3日おきに巡ってくるような気がしましたよ。すると、米付きの男なんかが、もう私の心持ちを知っていて、その男が来ると、姉さん来ましたよと言ってからかうんです。からかわれてもこっちはなんだか嬉しいような気がしました。ふう。それからどうなったの？別にどうもなやしません。ただそれだけのことで、そうしているうちに兄さんに嫁が来て、それから、私は家を飛び出すようになったのが失敗のはつりになったんです。それから先の連れ合いに嫁いで散々苦労もするし、そりゃ面白いことも初めのうちはありましたさ。けれど罪もなく、どうしようなんという、そんなにはしたない考えもなく、あんな人がいい、と、本当に私が思ったのは、その時ばかりです。先の連れ合いに嫁いたのだって、そばのものや向こうがやいやい言ってくるし、そこへ持ってきて、自分は、もう、あんな女房を取るとすぐ女房に巻かれて、妹を袖にするような、あんな兄の世話には一生ならぬ。自分は自分で早く身を固めようと思っていた矢先だったから、それほどに言うものならと、ついあんなところへ行くようになったんです。けれどもその時は、何もこっちから思ったんじゃない。私の思ったのはその手代きりです。どうしましたか？私は家を飛び出してから妙な方にそれてしまったから、ただそれだけのことです。ふう、そうだろう。
お前にはそんなだらしのないこともなかったろう。他人の腹の中は割ってみなければ何とも言えないと言うけれど、そりゃそうだろう。お前が本当に男の肌を知っているのは、私と先の亭主とだけだろう。こうして長くいれば大抵察しられるものだよ。私には男だけにだいぶあるよ。ああ、そうそう、それからこんなことがまだありました。目あはだんだん昔の追憶が起こってくるというように、自分の心の底に思い沈んでいるというようであったが、自分の話に興を感ずるといったようにこう言った。私は別に器用と言っては、そりゃ良くないけれど、17、8から20頃までは皮膚の細かい、お湯などに行って鏡のところに行って自分でもどうしてこう色が白いだろうと、鏡に向いて自分でも嬉しいようで、ずっと振り返ってお湯に来ている人を見回すと、皆な自分より色は黒い。そう思うと、若い女というものはおかしなものですね。そう思うとうぬぼれるんです。その自分は、私はそりゃおしゃれでしたから。皆なしばしばスマちゃんくらいおしゃれはないと言いしたくらいです。すると、あれはいつでしたか。なんでもお母さんと私と神楽坂のそばの軽子坂のところに隠居していた自分です。あれはちょうど私が二十歳の自分でした。春の宵の口に、私一人でお湯から帰ってくると、町の角のところで、どこの男か、若い男がと伝っている。こっちは誰か知らないのに、先は私の名を知ってて、おすまさんおすまさん、と言って呼び止める。私はぎょっとして、こんな時、生中逃げたり走ったりするのは良くないと思ったから、じっと立ち止まって、何かご用ですか？って落ち着いて、そう言った。落ち着いているようでも、こっちはもう一生懸命で、足がブルブルして動悸がして、何を言ったか自分の声がわからない。そりゃ私、幼い自分からちょっとしたことにもびっくりするたちでしたから。いっぺん16、7の自分に、お勝手をしていたら、うちにはのこめだわらの陰に、大きなカエルがいるのを知らずに踏み蹴って、私その時くらいびっくりしたことはなかった。け、と言って飛び上がって、胸がドキドキしていつまでもやまない。私あんまりびっくりさせられて悔しかったから、いじいじして大きな火箸を持って行って、遠くの方から火箸の先で撃ってやった。散々パラ撃ったらようやくのことで俵の奥の方に、のそのそ逃げて入った。そうすると、夜になってあんなにひどくカエルを撃った。恨んで出やしないだろうか。火箸で火傷をして困って出やしないだろうか。枕のところにあの何とも言えない色をしたカエルが来ているようで、私布団を頭からすっぽりかぶって民調は早く起きて、米付きの男を頼んで、積み俵を取り除けてもらってみよう。そうしようと思って、一晩寝られなかったことがありました。私は、うむうむ、と言って聞きながら、10年も経ってから、16、7の自分にカエルを火箸で撃ったことをよく覚えていたり、それよりもカエルを踏み蹴ったくらいを、さも大事のように思ったり、それを火箸で撃ったのを、夜19に病んだりする正常をじっと黙って解釈しながら、気楽な、落ち着いた淡い興味を感じて、そんな女の性質が気に入った。そうして、それからその男の話はどうした？と前の話の続きを促した。別にどうということはない。それだけの話ですが、何かご用ですか？というと、
男の方でもなんでだか極まりのうるそうに先方だって声が震えていました。あなたは私を知らないでしょうけれど、私はよくあなたを知っています。どうぞ私の言うことを聞いてくれないでしょうか。って言うんです。私は、そうですか。どういうご用か知りませんが、ご用があるなら、私にはお母さんがあるから、お母さんにそう言ってください。って、そう言ってやったんです。そうすると、男は何とも言えませんでした。けれども私はどうなるかと思って怖かった。そうしているところへちょうど都合よく道を通る者が来合わしたから、私はそれから一山にかけて戻りました。ふう、そんなことがあったのか。私はこう簡単に言った。私が女と一緒になったのは、言うまでもなく、普通の手続きでこうなったのではない。妙な中から今のようになったのである。メアはその時、もう散々苦労をし抜いて所帯崩しであった。私とこうなったについても、それから一緒になってからも、四年越しの今日になるまでには、一口にも二口にも言うことのできない。つまり主として私の性格境遇から由来した主従雑多な悲しい思い、味気ない思いもした。元より面白い思いもした。また不思議な嫉妬もした。それがためには私は体が痩せるまでに日々もだえた。しかしながら、それがどういうことであったか、ここではそれを言うまい。あるいは一生言わない方がいいかもしれない。いや、言うべきことでないかもしれぬ。断じて断じて言うべきことでない。何となれば自己の私生活を囚人監視の前に暴露して、それで飯を食うということが、どうして耐えられよう。私は、まだこの口を乗りするがために貴重なる自己を売り物にせねばならぬまでに浅ましくなり果てたとは、自分でも信じられない。この傷を負う貴重は、それを思う手だに耐えられない。この焼けただれた感情は、かすかに指先を触れただけでも飛び上がるように痛ましい。で、私は前もって言ったようにただ、ふむ。そんなことがあったのか、と言った。こう言って、私は、その自分の言葉をふと思ってみた。私は、女が淡い、無邪気な恋をしたこともあったかと思ったが、私は、それを妬ましいとは思えなかった。私は、女と一緒になってから今では何でもない先の夫との仲をひどく疎遠だ。現在不義せられているもののごとく疎遠だ。私はそれがために嫉妬の炎に全身を模した。それがために絶えず喧嘩をした。そうして喧嘩をしながらも熱く愛していた。愛しながら喧嘩をした。反感と熱愛と肩身に小料理して長く続いた。その自分、女はしばしばこういうことを言った。あなたくらいおかしな人はない。自分で出戻りだって構わない。と言って一緒になっていながら、一緒になれば、出戻りは嫌だと言うんですもの。これが中に立つ人でもあって一緒になったのならば話の持って行き場もあるが、二人で勝手に一緒になっていて、あなたにそんなことを言われて、私は、立つ瀬がない。私はこの道理に無理はないと思った。そう思ったけれども一緒になる前には邪魔にならなかった先の夫の幻影が今は盛んに私をして嫉妬の炎にも抱えしめたのであった。ふむ、そんなことがあったか、という私の言葉は、どうしてももう、大した環境から発せられたものとは思えなかった。そうして私は女に向かってこう言った。お前とはよく喧嘩をしたり、
焼き餅を焼いたりしたもんだな。あれっきりだんだんあんなことはなくなったねー。ええー、あの頃は、あなたが先の連れ合いと私とのことについてよくいろんなことをほじって聞いた。前のことを君悪がり聞いた。うむ。いろんなことをしつこく聞いては、それを焼きしたねー。それでもあの年3月うちをもって、半年ばかりそうであった。ガーキになって、ガモーさんのうちに行った自分からやんだねー。ええー、あの自分はあなたがもうどうせ、私とは別れるものと思って、前のことなんぞはどうでもいいと諦めてしまったから。だって、またこうして一緒になっているじゃないか。目合わ不思議のように、またこの先気どうなるのであろう、と思っているもののようにしばらく黙っていた。すると、そんなことは考えていたくないというように、私、あの自分のように、もう一遍あなたの泣くのが見たい。俺はよく泣いたねー。一度お前を横抱きにして、お前の顔の上にハラハラ涙を落として泣いたことがあったねー。別れなければならない、と思ったから、ええー、こう言って、二人はいくらかその自分のことの追憶の興に促されたように、じっと互いに顔を見合わした。俺はもう、あんなに泣けないよ。そうですとも、もう私をどうでもいいと思っているから、そうじゃない。もう何もそんなに強いて泣く必要がなくなったからじゃないか、と、言ったが、私は女の言う通りに、果たして女に対して熱愛が薄くなったために、二人のこれから先の関係について泣けそうになくなったのか、それとも歳月を経ている間に知らずしきらず二人の仲がもうどうしても話すことのできない、例えばランプとか飯茶碗とかいったような日常必須の書体道具のように慣れっこになってしまったのかもしれぬ。私はそれがいずれともわからなかった。お前先の人と別れた時には泣いたと言ったねー。ええー、それや泣きましたさ。私ともし別れたって泣いてはくれまい。そりゃそうですとも。あなたと私とはもしそんなことがあればあなたが私を捨てるんだもの。私はもう大した欲はありません。一生どうかこうかその日に困らぬようになりさえすればいい。あなたも本当に、早くも少し気楽にならなけりゃいけません。仕事をせいだしてくださいよ。まあ、そんなことは、今言わなくったっていい。先の別れる時に泣いた。お前一旦戻ってからも、後になって、お前が患っているのを聞いたとか言って、見舞いに来て、今までの通りになってくれって、向こうでまたそう言って頼んだんだろう。私はこれまでにもう何度も聞き古したことを聞いた。ええ、そう言って、立って頼みましたけれど、私どうしても聞かなかった。そりゃあなたと違って親切にあった。つまり親切に惹かれて辛抱したようなものの、最初余命で行き早々、ああこれは良くないところへ来た、と自分で思ったくらいだから、なんと言ったって、もう帰やしません。私も、もういつかのように、お前の線の連れ合いのことを、私とお前とがするように、ああもしたろう、こうもしたろう、と思い沈んでしつくようなことはしない。けれどもお前だって少しは思い出すこともあるだろう。ふことは、そりゃ忘れていますさ。けれどもこんな話をすると、思い出さないことはないけれど、7年にも8年にもなることだから忘れてしまった。もうそんなおさらい話をよしにしましょう。まあまあ。いいじゃないか。指摘化してくれ。たまには、それでも会ってみたいという好奇心は起こらないものかねー。
目は黙ってじっと考えていたが、少し感情を生じたような顔をして、ああ、そうそう、一度こういうことがありました。あれは何でもあなたが箱根に行っていた自分か、それとも国に行ってらしった自分か、確か去年の春だったろうと思う。私、買い物にかける町の通りに行って、姉と一緒に歩いてたんです。そうして呉服屋であったか、八百屋であったかの店先に、町の方を背にして立っていると、そばに立っていた姉が、あれあれ、って不意に私の横腹のところをつくから私、何かと思って、え、なん？って後ろを向くと、姉がそっちじゃない。あっちあっちってまだ一間か一間半ばかしも行っていない方を顎で刺し、まぬけだねえ。お前、あれがわからないか、と言うんです。それが先の連れ合いなの。ですから姉がはじめ私の横腹をついた自分に、ちょうど背後のところを通っていたくらいでしょう。それでもまだ先の横顔だけは見えました。それが自分の兄さんの嫁と二人連れなの。私より兄さんの嫁は遅く来て私が戻ってくる自分には、以前は商売人であったとか言って病心でひどくやつれていたが顔立ちはいい女だから、病気も治ったと見えて、私の知っている自分より若くなって綺麗になっているの。お召しかなんかのいい着物を着て、私の連合の方はやっぱし勇気かなんか渋いものを着ていました。そうして二人連れだって行くんでしょう。牛込の奥に菩提寺があるんですから、きっとお寺参りにでも行ったんでしょうが、変なものですね。そうして二人並んで歩いていくのを見ると、もう、縁もゆかりもないんだが、ああして二人で一緒に歩いたりなんかするようではどうかなっているのじゃないかと思われてそれがなんだか腹が立つような、こうにくいような気がしましたよ。別れて戻る時だって、私は牛込には先祖の寺があるから時々寺参りには行く。その他どこで出会わぬとも言わぬ。あったら悪い顔をしないで。普通に挨拶くらいは片身にしよう。けれどお前が今度持つ夫と一緒であったら、あってもその人に気の毒だから見ても見ぬふりをしておろう。私の方でもし今度いつか持つかないと一緒であっても、そのつもりでいてくれ、と言っていたんでしょう。それが、ああして兄さんの神さんと一緒に私のすぐそばを通りながら黙っていくなんてことがあるものか。人を2年も4年も苦労をさしておきながら、と思って、姉にどうだった、私を見たようであった、と聞くと、姉は、ああ知っていたようであったよ。二人でお前の方をみーみー何かひそひそ話ししながら行ったから、というし、私は悔しくって悔しくってじっと向かいの方に行くのをいつまでも見送っていると、よほど行ってから二人で私の方を振り返ってみていました。私はそれから気分が変になって、すぐ近所の姉の家に寄って、姉が餅菓子か何か買って行って茶を入れたりなどしたけれど、私は茶も菓子も欲しくない。少し心持ちが悪いからというと、姉もそれを察して、じゃ少し横になって休んだらいいだろう、と言って枕を出したりなどしてくれました。ふむ、それからどうした？私もなんだか古いやけどを触られるような心持ちがして、少し息が詰まるようになった。何？それからどうということはない。少し休んでいるとだんだん落ち着いてきたから、もう少し休んでいったらいいだろう、と姉が言うのを、何もいいよと言って家に戻ってきたけれど、私その日、1日あなた留守だし、お母さんに、
私今日少し心持ちが悪いから寝るよと言って寝ました。私、このことは決してあなたには言うまいと思っていたけれど、まあこういういろんな話が出たからというんです。それは変な何とも言えない気分になりましたよ。メアはこう言って、罪深いような、私にすまないというような顔をして私の顔を見た。私も、それを聞いていくらか体が固く縛られたような感じがしてきた。そうして、いつのことだい、それは、と聞いてもつまらないことを聞き直した。ですからさ、去年ですよ。去年の春ですよ。それからこれはその後でしたが、あなたが国から帰ってきてから、一度姉のところに行くと、姉のところの新しさんが、どうです、おすまさん。雪岡さん今度国に帰って、おすまさんの話でも決めてきたのですか。って聞いたから、いえそんな話は少しもなかったようでした。っていうと、新しさんのことだから、雪岡という人は恐ろしい薄情の人だ。あんな薄情な人はない。私はまたおすまさんと一緒になって、初めて国に行ったんだからそんな話でもあったかと思っていた。どうですおすまさん、いっそまた初めの人に戻ってはどうです。あの人の方が雪岡さんよりどれくらい親切だったか知れやしない。で、新しさんも、姉から、先だってその先の連合が通った時の私の様子を後で聞いていたもんだから、それに引き越えてあなたがいつまでも、他人の娘を蛇の生殺しのようにしているという腹で、ついそう言ってみたんでしょう。新しさんだって本当にそんなことができるものじゃないと知っていますが、私は、女が、情に脆いが、固いしっかりした気質だということを信じている。そうしてこう言ってみた。貫通なんてできるものかね。そうそう。それから一遍こういうことがありました。先の自分に、もうどうしても花の道楽が止まないから、いよいよ出て戻ろうかどうしようかと散々思いあぐんで、髪も何もだつけてしまって、私は家で肩で息をしている。それでも5日も10日も次回よりつかない。それを知っているある男があって、私が一人で裁縫をしているところへ入ってきて、私は前からあなたのことは思っている。どうしてお宅ではあんなにいつまでも道楽が止まないんでしょう。あなたがお気の毒だ。というようなこと言ってうまく持ちかけてくるから、私にはいくら道楽をしても何をしても亭主があるのですから、だってそうおっしゃれば、宿にも話しましょう、とそう言ってやったら、その男は、それっきり顔を見せませんでしたよ。私は、女のいわゆる、君を悪がりほじっては焼いていた自分に、聞き漏らしたことやまた自分と一緒になってからの女の心持ちの、その一部分をこうして聞いた。けれども私はもう以前のように胸のワクワクすることはなかった。それはどういう理由であろう？愛が薄くなったのであろうか？それともまた愛のためにそんなヤクザな思いがいつしか二人の中に溶けて流れてしまったのでもあろうか？わからない。外の雪は、まだはたはたと静かに降って、積もっていた。いやあ、だいぶいろんな話を聞いたね、と、言って一つ大きなあくびをした。そうして、今日は一つうなぎでも食おうか。ええ、食べましょう。じゃあ私がそう言ってくるよ、と、私は出て行った。